はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の死守シリーズ第11弾やっていきましょう詰まりました、えー、今回はですね言葉穴埋め7問ありますのでまず一回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分がちょっと予備知識をね喋りながら答え書いていきますのでそっちの方もね聞いてもらえたらと思いますいいかな では早速ね。まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、画面下げますのでお待ちください。いくよ。ちなみになんですけど、こういうあ行き過ぎたね。まあ、言葉の荒埋めってすごいこう。基礎固めにいいので、まあ、自分の刺繍にもね。ぴったりなわけですよ。で、実はこの問題。今回、北海道のあのこう効率入試のね。問題を使わせてもらってて、なんか毎年出てるのね。 北海道ってでいろんな年代のこうミックスして出してるんですけどもしみんなが知ってる都道府県の問題でそういう穴埋めだったり基礎問題結構いっぱい出てますよっていう都道府県知ってる方がいたらコメント欄とかでちょっと書いていただけると今自分がね12都道府県ぐらいはチェックしたんですけどまだかなり残ってるのであのの作業効率を上げるためにも協力の方よろししくお願いしますでは一番神々だな <laughs> では行きましょう。 まず1番が流れる電流の向きと大きさが周期的に変わるとその電流をこの問題ねすごく優しくて直流に対しほにゃららと言うとだからまあ変わる電流なんというかっていう問題で答えこれね、えー、交流って言いますこれが1番の答えです交流 で今回この問題は答え全部赤でで、書きますでかなり余分なこと喋るのでその余分なことというかその似たような問題でこういう出題もされるよとかセットでこの知識も覚えておいてねっていうのを青で書いていきますのでちょっとうまく分けてね見てみてください。あの早しした方は見にくいいかもしれないけどねで何が優しいかって、まあ、直流に対しって言ってくれてるからさ。で、もちろんこの直流に関しても出てくる可能性があるので覚えておきましょう。 直流えー、っとねちょっと書いておくか直流は向きが同じなんだよね向きが周期的に変わるのが交流でえー、っと一応書いておこうだから出題のされ方としては例えば今回みたいに向きが周期的向きと大きさのねが周期的に変わるのは何と言いますか交流って出るかもしれないし 交流の特徴を簡単に書きなさいと言われたら、ま、電流の向きと大きさ。ま、大きさ今回省略してるけどね。向きと大きさが周期的に変わるって、こっちからこっちに書く。問題もあり得るし、向きが変わらないのが直流。ま、直流の特徴を書きなさいみたいな。ま、そういうのも出されやすいので、この辺ね、交流っていう言葉だけではなくて、全体的にぜひ覚えておきましょう。そうするとね、こういう、どういうパターンで出されても対応できるので、ぜひね。で、次が、 地球は北極と南極を結ぶ地軸ですね。を中心に回転していると。えー、それを、えー、この運動を地球の何と言いますかと。これ地球です。北っていうのは北極だと思ってください。つまり、北極が真上にある状態。まあ、地軸がね、ここあるんですけど、北極を真上から見てるときに、この地球が回っております。で、今回の問題には関係ないんですけど、回る向きは、反時計回りね。 北極を上にした時の反時計回りに回っておりますでこの運動を何というかっていうと自転と言います時点ねこれが答えですさあ時点と言ってまあ分かる方はあれを言うんだろうなと思ったかもしれないですそうですあれを言うんです何かっていうと後転ですね まあ直流と交流がセットになるように自転と公点もセットですさあ公点っていうのは何かっていうと公点はまあ地球だけの話ではないんですけど、まあ、地球を例に挙げると太陽がありますよね太陽の周りを地球は回っております回っている地球があって、まあ、こういうふうに太陽の周りをくる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 回っているわけですそれが公点ね で、この回ってる交点の向きも反時計回りですいいかなこれが自点と交点なのでまあ、セットで覚えておきましょう一応吹き出し書いておくこんな感じねさあ3番 PH ですねこれ PH と読むんですが PH が7より小さい時その水溶液は何性かという問題まあいい問題ですねこれ あの何性なので3択なんですよあ3ってこれ以外書いた方はちょっとちゃんと復習してね酸性か中性かアルカリ性3択ですさあどれかっていうと今回のえ7より小さいのは酸性ですつまり pH が例えば3だったら酸性だし,しまった三と三なってもうた、えー、5だったら酸性なるっていう感じで え予備知識として7ぴったり7ぴったりだと中性です止っ,って3線のとこに線引いてもこねでまあねあとは分かると思います7より大きいとアルカリ性になりますまあもちろんどれが出るかは分からないのでセットで覚えておきましょうこれに関してもねいいかなまあこれは括弧にしとこうか よいしょ。これペイハーチね。で、4番です。あちって書きましたけど、熱いものに触れるじゃないですか。不意にね、触ろうと思ったんじゃなくて、例えばなんか夜間とか熱いやつに、まあ女の子だったらなんだ、あれなんつんだっけ。髪巻くやつだよ。アイロンだ。はい。あれとかもさ、たまに触っちゃうとあちってなるじゃん。そのあちっていうやつ、思わず手を引っ込める反応のように、刺激に対して無意識に起こる反応を何というかと。 えー、これの答えは。反射です。まあ、反射っていう言葉自体はね、すごく親しみがあるので、覚えやすいかと思います。反射と言います。で、えー、まあ、これもね、動画もちろん貼っておくので、そこで詳しく見てほしいとこではあるんですけど。人の反応っていうのは、もともとね。えー、っと。脳がありますと。入ってますか、入ってますね。 脳があって、まあ、脊髄があるわけですよ脊髄がねこうあるでもともと例えば普通の反応をしますあの反射ではなくて普通の反応をする時っていうのは感覚器官って言って、まあ、手,手,手が触れるみたいな感覚器官があるじゃないですかでその感覚器官から感覚ね器官から感と脊髄に行きます感覚神経通ってねでその後脳に行って で脳が例えばこういういい風にしなさいって命令を出すすわけで分かんないけどね。なんか命令を出すと。で、その命令を出して脊髄に行ってその運動するところ。まあ、手を何かするんだったら手の部分。運動器官っていうところに命令を出していくの。普通の反応は。感覚が起こったら脊髄行って脳に行って脳が命令を出して脊髄行って、まあ、運動反応すると。運動器官にね。ただ反射っていうのはどうなってるかっていうと。 同じなんですけどここを通りません脊髄に行ってそのまま脊髄から運動器官の方に行くのが反射って言いますこの流れに関してもよく出てきますで、今ざっくりと話をしたんですが あってなんだそれって思った方はあの今回ねまた動画リンク貼っておきますおそらくね右上のビックリマークのリンクは数が入りきらないのであの下の概要欄にメイ,ンメインになってしまうんですがぜひあのこの動画撮ってますんでそちらで復習してみてくださいよく出てきますこのところもねで次です5番え位置エネルギーと運動エネルギーの和、まあ、つまり足したものですね位置エネルギー足す運動エネルギーは何というかっていうとこれは ちょっと長いんですけど。力学的エネルギーと言いますいいかなこの2つ、イン一エネルギー足す運動エネルギーは力学的エネルギーというので、この2つのエネルギーの和、足したものは力学的エネルギーです。で、おそらく、力学的エネルギーっていう答えよりもよく出てくるのが、 もう一回ね書かなきゃいけないんだけどちょっとお付き合いください早送りしても構いません力学的エネルギー保存のはいちょっと変らなかった法則ですねただこっちの方が定期テストとかでもよく見たかもしれませんあ聞いたことあるって思った方もいるかもね で、これ何かっていうと、まあ力学的力むな、力学的エネルギーがそのままです。保存される法則です。つまりですね、例えば、黒がよかったな。まあ、いいか。ここにボールがあるとします。高さがありますね、当然。こうなってる。えー、これざっくりな説明でいきますよ。エネルギーっていうのは、位置エネルギー。 そのひ下の基準から高さが位置がどのぐらい高いところにありますかっていう位置エネルギーと運動をしているつまり動いている運動エネルギーっていう2つのエネルギーがあるんですで今こっからボールを転がすとしますコロコロコロっつってだんだん加速していくイメージはできますよねでも最初止まってるじゃないですか止まってるのでこの部分っていうのは例えば俺勝手に言いますよ高いところにあるから位置エネルギーが10だとします 位置がここのの基準から10のととにあるとしてくださいただし今運動ちょうわこっちするねまだ止まってるので運動エネルギーはゼロですそれがコロ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 っていってこう切ってこっちからまあ転がっていくわけですよこうやってねこうなった時に一番下に来ましたで当然今動いてるんですけど1は下の基準まで降りてしまったので1エネルギーはゼロになります一番下まで来たから じゃあその時運動エネルギーいくつかっていうと運動エネルギーが10なんです。1エネルギーと運動エネルギーを足したものはいつでも保存される。一定になるよっていうのが力学的エネルギー保存の法則です。なのでちょっと付け加えちゃうと途中あるじゃないですか。まだ加速してる途中です、ここ。こことかでもし1エネルギー、自分勝手に6としましょう。 まだ高さが6残ってるさ運動エネルギーいくつだと思うって言われたら保存される全体が全部足したら10になることが分かってるのでここの運動エネルギーは4になりますよね絶対に1エネルギーと運動エネルギーを足したものは一定今だったら足したものが10になるはずなので、まあ、64になるよとか他の場所だったら37になるよみたいなそういうふうにやってくださいこれが力学的エネルギー保存の法則ね さあ、6番行きましょう。懐かしいですね。中1の最初でございますが、えー、種子植物のうち、アブラナやエンドウのように脂肪の中に、胚種がある。まあ、胚種が包まれてるとかね、よく表現されますが、この植物を何と言いますかさあ、答え。皮脂植物。植物は多分抜けてるよね。一応あ、カッコで書いておこうか。皮脂植物。おっとっとっと,っと。 必死植物この気変はダメだよねごめんごめん必死植物ねこれが正解になりますでちなみに必死植物の日に関してはここですねこの点を忘れることが結構多いので気をつけてくださいそして必死植物やったならあこの流れハイチはあれをしゃべるでしょうとそうあれをしゃべるんですね必ずセットで覚えるのはラシですね裸の子供の方です裸植物 この皮脂植物と螺脂植物が合体する、まあ、一緒になると種子植物ってなるわけです。まあ、もっと言い換えると種子植物、種を作るね植物ね。種子植物は皮脂と螺脂に分かれます。グループ分けとしては。で、皮脂は脂肪の中に胚珠があるんです。螺脂は何かっていうと胚珠がむき出しです。 つまり、脂肪の中に守られてるんですよ。まあ、イメージとしては。皮脂に関しては。脂肪の中に排出がある。ラッシュは剥き出し出てるんです。排出がね。脂肪ないんで。ラッシュ植物に関しては。これはちゃんと区別では覚えてください。で、あの、異論はたくさんあると思うんですよね。そんなことねえよと思う方もいると思うんですが、中学校3年間の理科の勉強の中で、漢字間違いが多いランキング、トップ10やったら入るんじゃねえかなと思ってるのが排出の種ね。 これ割と多い林の種何か種って書くんだよね。あの種子植物の種の種ね。廃止の種。結構間違いやすいんで気をつけてください。当然ですけど受験本番で漢字間違いは部分点なんてもらえません。もう思いっきりツ食らうのでいいかな気をつけてください。いいかないいからばっかり言ってた。はい。ということで最後7番やっていきましょう。えー、ラストはですね大陸上とか海上海の上ですね。などで高気圧が成長してできる気温や 湿度が広い範囲でほぼ一応、まあ、同じぐらいってことねの大きな空気の塊、まあ、あのサボって空気の塊にしましたけどをんというか、えー、これは気気と言います気弾ねこれは空気の塊なんでみんなが言うとねこの辺。 空気の塊ってこんなななレベルじじゃゃいいですじゃないよめちゃくちゃ広い範囲にわたってまと、あ、も高気圧の話してるからね高気圧が成長してできたものなんでそのめちゃくちゃ広い範囲で気温とか湿度がほぼ同じ感じなのその空気の塊のことを気団というので是非ね覚えておいてください、まあ、ちなみに寒い気団、その寒い空気の集まりを寒気団、寒い気団ね 暖か,かいので暖気暖っていう言葉もあるんですがまあそんなに出てくるイメージないので今回はまあ気暖をぜひ覚えてもらえたらと思います。いいかな では、今回はね、こんな感じで言葉の穴埋めやらせてもらいました。まあ、冒頭でも話しましたけど、こういう問題もちょっと取り上げたいので、もしね、都道府県とかで詳しい方、まあ自分の都道府県とかで結構基礎問題とか、その言葉の穴埋め出るようなんていう方は、ぜひコメント欄とか Twitter の方で教えていただけると参考にさせていただきますので、よろしくお願いします。では、今回は高校受験対策の趣旨シリーズ第11弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。